はい、皆さん、こんにちは。レクセンに講師の森山です。本日、令和5年4月1日ですが、こちらの令和5年度少々試験受験案内書、こちらが法務省の方から公表されました。ですから、今回は、速報的に、まあ、この案内書について、去年の変更点、去年からの変更点だとか、まあ、それから重要な注意点、これについてお話をしていきたいと思います。では、一緒にこの受験案内を見ていきましょう。 まず、こちらの受験案内こちらにおいていろんな日程が発表されております。まず一つが受験の申請の受付期間ですねこれが令和5年の5月8日月曜日から5月19日金曜日までといった形になっております。 ゴールデンウィークが終わった後に受験の申請です。5月19日までしか申請することができません。その日までに申請をしなければ受験することができませんので、注意をしてください。こちらは法務局の方に直接提出をすることもできますが、郵送することもできます。まあ、郵送の場合には、令和5年5月19日の決心があるものまで有効ですから、遅れないように注意をしておいてください。 で、その後、肝心の試験の日程ですね。こちらも発表されております。令和5年7月2日日曜日ということになります。えーまあ、予想通り7月の第一日曜日、まあ例年通りですね、に行われます。まあ7月の第一日曜日をめがけて皆さんこれから勉強していくと、勉強していくといった形になります。で、その後、詳細な時刻が、えー、書かれておりますが、 この中で注意をしなければいけないのが、この指定時刻ということになります。午前の部の指定時刻が午前の9時15分。午後の部の指定時刻が0時45分ということになっております。試験開始自体は、午前は9時半から11時半、午後が1時から4時ということになりますが、その15分前の時間が 指定されておりますさあこの指定時刻というのは令和3年度の試験から導入された制度になりますがその下を見てくださいここに指定時刻が書いてありますよということになりますがここです前期の指定時刻までにに試験験室に出頭してないな場合は受験することができませんんとということなんですねですから試験開始時刻ではなくその前の指定時刻に教室にいなければ受験できませんからここは遅れずに 自分の教室に入るようにしてください。試験室に出頭してないといけませんから、その事故が指定されております。注意をしておいてください。で、その後、口実試験の日程が書かれておりますが、令和5年10月23日ということになります。で、その後の部分ですね、実は去年の試験案内では、ここに、えー まあ自然災害等がある場合の延期などについて書かれておりましたがこれが独立した章立てになりましたので後でまたお話をしていきたいというふうに思いますでは次ですねで今度は筆記試験の合格発表の日程ですがこちらが10月10日午後4時といった形になりますでそれから最終の合格発表が11月10日ということになりますですから 10月10日に発表があって筆記試験の発表があって10月23日に口実試験があってでそれから11月の10日に最終の合格発表があるよといった形になっていますで受験の申請手続きは例年通りですので、まあ、基本的に例年通りの申請をしていただければいいですね初めて受験する方はしっかり読んでいただいてどのように申請するのかということを確認をしていただければと思います 去年との変更点、これ一つお話をしていきます。それがこちらですね。試験のサイズ、あ写真のサイズ、こちらに変更がありましたで。こちらは法務省のホームページの方にも事前に発表がありましたので、それを画面で見ていきますが、こちらです。もうこれはだいぶ前から出ておりました。今までの写真が5センチ平方といった珍しいサイズだったんですが、 ま、それが一般的なパスポートサイズに改められて縦、縦4.5センチかける横3.5センチということになっております。で、それから細かいことですが、撮影時期が今までは提出の日の3ヶ月以内だったわけですが、提出の日の6ヶ月以内ということになっておりますので、少し前に撮った写真も使えることになっております。では、受験案内の方に戻っていきたいと思います。写真のサイズが変更されましたということですね。で、次なんですが、 提出にあたっての注意点ここのところで一つ変更点がありますそれがこの部分ですね今までは受験申請書の受付した後に受験地の変更は認められませんということだったんですがそこに例外が設けられることになりました例外が設けられて受験地の変更の申し出これができる場合がありますこれはまた後でお話をすることにしましょうそれからその次ですね こ括弧5のところで、うんまあ、視覚障害や聴覚障害そういう障害等のある方が受験される場合についての案内が詳細にされております。これ去年までの案内では、えーまあ、相談してくださいといった大ざっぱな話だったんですがこれが詳細な規定が設けられているといった形になっております。ここちちらららは法務省ののホーームページの方ででも詳細に書かかれておりますからこちらですね えー、よく見ておいていただければと思います。医師の診断書層を添えて特別措置の申し出をする必要がありますよと形で、えー、きちんと手続き的に組み入れられたということになっているかなというふうに思います。では、受験案内の方に戻っていきます。で、今度は7番のところで筆記試験の案内容等というところでこれから皆さんが受験することになる筆記試験についての注意点これが書かれておりますから。 これ受験する以上これがルールということになりますのできちんと丁寧に一度読んでおくことをお勧めしますで、まず時間や内容については例年通りですから午前の分のところで2時間かけて実態法午後の分のところで記述も含めた手続き法ですねこちらが主催されるというのは例年通りになります配点等もいつも通りです試験解除こちらがま発表されていてま試験場については うん、法務局ごとにそれぞれえ局が指定した場所で行いますといった形になります指定された試験場以外での試験場は受験できませんといった形で試験場これが、まあ、今日、付けでもって発表されておりますまだ出てないところもありますが、えー、試験会場が発表されている会場について少しお話をしていきたいと思います。まず東京なんですが早早稲稲田田大学早稲田キャンパス 8号館、14号館、15号館、16号館ですね。8号館は駅から近いところですが、まあ、それ以外は駅から遠いところですから、時間に要注意になります。横浜、慶應義塾大学日吉キャンパス、第4校舎独立館、埼玉が独協大学東東、千葉工業大学津田川キャンパス、まあ、関東のあたりは去年と変わりがありません。で次、静岡、ホテルグランヒルズ静岡、5階センチュリールームですね。 で京都が立命館大学衣笠キャンパス高松が香川大学です。 福岡が2会場あります。これは受験を早く出したのか、申し込みをしたのか、それとも遅く申し込みをしたのかによって、試験会場が分かれておりますから、受験の提出時期に注意が必要になります。第1会場、これが1200番までですが、西南学院大学ですね。第2会場が受験番号が1201番以降の方になりますが、アリファレンス、駅東ビルになります。那覇が 沖縄県青年会館になりますで今お話ができた会場以外はまだ未定だったりすることになりますので必ずこれは法務局のホームページ等で確認していただいて情報を仕入れていただけると思います。レックでも情報の提供ということをしていきますのでレックの情報にもアンテナを張っていただければというふうに思います。では受験案内の方に戻っていきたいと思います。 今、試験場についてお話をしました。で、今度はですね、5番の携帯品等になりますが、これは例年通りになります。ここをよく見ておいてください。で、試験当日の注意点になりますが、まず、このカッコ2番の不正受講、不正の手段によって試験を受けようとした場合や、受けた場合は、その試験を受けることを禁止し、または合格の決定を取り消すことがあります。これは、去年にも書かれておりました。去年の受験案内にも書かれておりましたが、この 去年は後ろの方に書かれていたんですが前の方に出されてしかも太字で強調されておりますから不正なな手段はダメでですすよとととといいううここが強調されているかなということですでそれからこちらの3番の指定時刻先ほどお話しした話も去年の受験案内では後ろの方に書かれていましたが前の方に出されております要注意ということですよね。でそれからえこちら「前期5の括弧2の筆記具以外定規付箋 筆記具入れメモ用紙と六方全書その他の図書の使用は認められませんということで注意をしておいてくださいただし問題検討では鉛筆えそれから黒インクの万年筆ボールペン以外でも使えますので注意してくださいえ特に黒インク以外の万年筆またはボールペンっていうのがこれ去年の試験案内から明確化されておりますから問題用紙に限りこれらのものが使える形になります で細かいことを言うと、去年はここ、不正受験となる場合がありますと今、書かれておりますが、去年は見なされますというふうに書かれていましたので、少し柔らかい表現になっております。で、それから、括弧九9のところですね、こちら、試験時間中に出すことができるものが書かれておりますので、こちらもしっかり見ておいてください。去年から目薬、点鼻薬等が持ち込めることになりました。では、次です。 で今度は、カッ15番のところ新型コロナウイルス感染症への対応についてはホームページに掲載しますので必ずご確認くださいというふうに書いてあります。で去年までは マスクが必須でしたけれども、今政府の対応でマスクが自己判断に任されることになりました。ですから、まあ、今年の試験においてマスクが必要なのかどうなのかということ、これが問題となりますが、この受験案内からはまだわかりませんで。去年は6月になってから法務省のホームページの方でマスクをしなければいけません。不織布のマスクが必須ですというふうに書かれておりました。今年も法務省のホームページの方で出されるということになりますから、まあ、これも注意をしなければいけません。 で一応、ですねこの受験案内のところではマスクとフェイスシールドって言葉が出ておりますが、まあ、これはですね使用する場合はということで去年と同じ注意点になっております必須ということではありませんのでこれはこの法務省のホームページこちらで後日発表されるということですからこちらは要注意かなというふうに思います。 では次7番のお知らせのところですが、細かな変更点。これがここですね。記載した住所、氏名に誤りがあり、成績通知が付着となった場合、及び成績通知を紛失した場合の再通知などについては一切応じませんと書かれておりますが、これが去年書かれていなかった部分になります。去年はですね、氏名や住所が書かれていない場合には通知しませんということだったんですが、誤りがあって付着となった場合にも、その変更には一切応じませんよ。 いうこと、これが明確化されたということになっています。で、八番口実試験の内容等についてもま小かな変更等があります。まずこの携帯品のところがまかなりま簡潔に書いてありますが、去年のところではこれ受験の用紙がですね届かない場合、ここちらについては申し出てくださいみたいなことが書かれておりますが、ま今年についてはそれが書かれていないといった形になっております。 さあ、それから9番。災害が発生した場合の対応。これ、最初のところでお話をしましたが、こちらにまとめられて書かれていることになりました。で、まずここなんですが、災害等が伴う主要な交通機関の運休により、受験地への移動が時しく困難となることが認め認め見込まれる場合は、受験者からの申し出により、受験地の変更を認める取扱いとする場合がありますということで、受験地の変更。これが、 受験地への移動が困難となる場合、一律しく困難となる場合には、申し出をすることで認められるということになりますから、これも知っておいてください。もし、受験地への移動が一律しく困難だと、災害等が起こって、交通機関が運休になって、困難だよという場合には、申し出をして、受験地が変更することができるよということも知っておくといいかなというふうに思います。で、この取り扱いを含め、 災害等が発生した場合における試験実施に関する情報については法務省のホームページそれから法務省ツイッター法務省民事局のツイッターをご覧くださいということですからこのあたりで例えば延期になるのかそれとも試験が実施されないのかどのような対応するのかということに対してはこれ情報が発信されますからこのあたりのツイッターのフォローだとかホームページの閲覧だとかするようにしていただければというふうに思います。 それから、えー、法令等の適用日、これが記載されております。まあ、例年記載されてるし、例年のとおりではありますが、令和5年4月1日現在において施行されているもの。 これが試験の出題範囲に含まれる法令ということになります。同日が施行日とされているものを含むと書いてあります。まあ、今年令和5年4月1日に新しく民法や不動産登記の改正法が施行されました。ですからその改正法で出題される、改正法が試験範囲に含まれるということになりますので、改正法の対策、これもしっかり勉強しておいていただければというふうに思います。 であとは法務局や法務,法務局各地方法務局の所在等が書かれておりますから、まあ、こちらも注意をしていただければというふうに思いますでは今回はですね本日出された試験案内こちらについて速報的にお話をしてきましたレックの方では、まあ、この後も皆さんに直前期まできちんと本試験まで情報提供の方をしていきます また、個別相談などについても対応していきますから、ぜひ、レックの方にもアクセスをしていただいて、受験情報、こちらを仕入れていただければというふうに思います。で、我々、レック一同ですね、皆さんが直前期頑張れるように、これからも応援していくし、それからこのような情報も提供していきます。では、直前期の勉強、頑張ってください。